さん、こんにちは。今日、私はまずは1センチメートル先の目標に挑戦してみるということを伝えたいと思い、ここへやってきました。私には今、夢があります。国際協力に携わることです。世界中の人が毎日少しでも笑う時間を持てるようお手伝いをしたいと思っています。あなたにはどんな夢がありますか？また夢を叶えるために何か取り組んでいますか？そう聞かれるとと返答に困る方もいるかもしれません。今は高校生ですが、中学生の頃の私はこの質問を投げかけられたら絶対答えられていません。国際協力に携わりたい、それは大きく立派な夢のように感じます。そして大きいがゆえに、中学生の私は何から始めていいのか分からず、本当にできるのか不安でした。一歩踏み出せず、やりたいけどやれない、そんな自分がいました。今日はあなたに、まずは1センチメートル先の目標に挑戦してみるという言葉とともに、やりたいと思いながらも一歩踏み出せなかった私がどのようにして踏み出したのかをあなたにお話しします。まず中学生の頃の話をさせてください。先ほど私の夢は国際協力をすることだと言いました。これは中学1年生の時、ワールドシップオーケストラさんとの素晴らしい出会いがきっかけです。私が所属していたオーケストラ部の先輩である野澤明夫さんは、そのワールドシップオーケストラの代表として、オーケストラ音楽に馴染みのない人や子どもに音楽体験を届け、世界に音楽をあふれさせるために活動をされています。私は音楽が大好きだったため、音楽を通して世界の子どもたちとつながり、国際協力をすることに魅了され、将来国際協力に関わりたいと思うようになりました。こうして私は国際協力というやりたいことを見つけました。しかし当時悩んだことがありました。自分の周りには社会課題に対して行動を起こしている先輩もいれば、実際に活躍されている人がたくさんいました。そんな人たちのように自分も国際協力に関わることについて何かやってみたいと思いつつも、国際協力は分野も規模も大きくて何をすればいいのか分からなかったのです。当時の私は周りの人たちみたいに何かアクションを起こすスキルや知識は自分にないと思い、活発に活動する人を羨ましく思うばかりでした。そして自分のやりたいことを形にした時、周りからどう思われるのかよく心配していました。そればかりでなく、当時の私は自分のやるせなさを環境のせいにしてしまっていました。ついつい自分が先頭に立ちたくないばかりに、機会が与えられるのを待っていた私は、誰かが私の活動を応援してくれたらいいのに、誰か自分の学年に人を集めて活動してくれる人がいたらいいのにと、環境のせいにして一歩踏み出すことができませんでした。でもやっぱり何かしてみたいという思いを強く抱えていた中学3年生の秋、学校からフィリピンへの研修ツアープログラムへの募集のお知らせがありました。国際協力に興味がある私にとってうってつけのプログラムだと感じ、応募するくらいなら自分にもできるかなと思い応募しました。
結果、書類審査で落ちてしまったのですが、何をすればいいのかわからなかった私は、一つ途上国経験をするという1センチメートル先の目標が生まれました。そして飛び立て留学ジャパンという留学支援制度に応募をしました。ですが、この飛び立ての選考は新型コロナウイルスの流行によって中止、規模が大きすぎて国際協力にどう関われるかわからなかった私が、途上国体験をするという目標をやっと設定することができた、せっかくの機会が失われていくことに悶々としていました。また挑戦できないことを環境のせいにしてしまう、そう思った矢先、飛び立て留学ジャパンの応募書類を添削していただいた人から、コロナのせいでではなくてコロナのおかげでを増やせるように頑張りたいねという言葉をかけられました。コロナが私の機会を奪ったんだという環境のせいにするのではなく、もう少しだけ自分でまた挑戦してみようと思いました。それから少しして、高校1年生の休校期間中、オンラインイベントに参加をしてみました。もちろんこの時はまだ初めてに挑戦することへの怖さがありました。しかし一度参加してみると、国際協力の分野で実際に活躍されている方の生のお話を聞けたり、学校外の同年代の子と議論できたり、楽しむことができました。そのおかげで知らないフィールドに足を踏み込むことへの恐怖もなくなって、どんどん参加できるようになりました。そこから校内や校外の国際交流プログラムに参加したり、企業が取り組む SDGs や ESG について情報や意見交換を行う国際会議に高校生アンバサダーとして参加したりしました。私がしたことは決して大きな挑戦ではなくて、興味のある範囲での小さな挑戦でした。少し先の目標を定めて、今できることに少しずつ挑戦しただけでした。小さいけれど挑戦を続けてきた私は、高校2年生になるタイミングでこう思いました。今ならずっと憧れていた人のように自分もアクションを起こせるかもしれない。勇気を出して頑張ろうと思った私は、ある NPO 団体に一通のメールをしました。運営に関わりたいです。私にとっては自分発信で人を巻き込んでいくという今までと違う挑戦でした。無事大分県の高校生とともに、枠徳という中高生と仕事との距離を近づけるイベントを立ち上げることになりました。ここには自分自身が将来なりたい職業に対して曖昧なイメージしか持っていないこと、いい面だけではなくてしんどい面もきちんと知りたいと思っている私の思いも込められています。一度限りのイベントではなく、第2弾も開催し、広報や司会もさせていただきました。少し紹介をしておくと、客室乗務員の方や元プロサッカー選手の方などに実際にその職業について裏話を聞かせてもらったりするなど、この経験はたくさん活躍されているさまざまな大人との出会いがあり、私を成長させてくれた一つのきっかけとなっています。そして今は第3弾の打ち合わせをしています。何かしたいと一歩踏み出せなかった中学生の時の自分は、今のさまざまなフィールドで活動している私を想像することなんてできませんでした。しかし
何もできなくて、周りの人に憧れていたところから小さな挑戦を重ねて自信をつけ、一つまた一つと小さなできることが増えていって、今ここに立っています。自分を振り返ってみると、私は国際協力という大きなものに向き合う中でどうしたらいいのか考えて考えて、小さな勇気を振り絞って今できる1センチメートル先の挑戦から始めたのです。それが留学への応募だったり、オンラインイベントへの参加でした。何かやりたいと自分にできることを探して、見つけたことを一つやってみて、できたから次もやってみようと小さな挑戦を積み重ねてきました。私は思います。できないことがすぐにできるようになる特効薬はない。わからないながらに挑戦する。大きくなくてもいいから挑戦する。こういった小さな積み重ねこそ、そして積み重ねて得た経験こそが、できないをできるに変える、やりたいを実現するために必要なことだと。また一番最初に挑戦するという選択に踏み出したきっかけに後悔があったことに気づきました。後悔があったからこそ、次はその後悔をしないようにと挑戦しようか迷う自分を奮い立たせてくれたのです。コロナウイルスのパンデミックが起きた時、留学の選考が中止になった話をしました。当時私は中学3年生の冬で、応募するという小さな挑戦がやっとできただけの状態でした。せっかく踏み出した挑戦の機会が一瞬でなくなる状況に立たされ、なぜ今まで自分は自分にできることをやってこなかったのだろうと後悔をしたのです。今は今しかない。チャンスを与えられるのは当たり前ではないことに気づきました。チャンスを逃さずにがむしゃらに今できることをやってみよう、この思いが原動力となり、今の私を一歩踏み出させています。そしてもう一つ、私が小さな挑戦を続けられている理由は人との出会いにあります。挑戦を続けていく中で大人の方と出会うことが増えました。大人の方の知識の深さ、視野の広さには毎回驚かされます。その中でも印象的だったことは、完璧に話そうとしなくてもいいとご指摘をいただいたことです。ずっと大きいことをしないといけない、完成形に近づけてから提案をしないといけないと、そう思うばかりにどうしたらいいのかわからなくなることが多かったのですが、どれだけ小さくても曖昧でも、挑戦したいことを言葉にして相談してみたらいいんだと考え方が変わりました。これが小さな1センチメートル先の目標に挑戦する出発点になっています。環境のせいにしてしまっていたこともありますが、自分が積み重ねてきた小さな挑戦を通して世界の見え方が変わって、自分自身で挑戦できる環境を作ることができました。今でももちろん他人の目が気になったり、勇気が出せなくて人を巻き込めなかったりすることはたくさんあります。活動する上で自分の未熟な部分が突き刺さってきますし、大人の方からダメ出しをされることがあって、
かつてのように挑戦することが怖いと感じることがあります。それでも1センチメートル先の目標に挑戦し続けることの大切さを知った今だからこそやっちゃおうと飛び込むことができるようになりました。それが今の私です。踏み出す前はものすごく遠く感じていた一歩の距離は今振り返ってみるとたった10センチくらいしかありませんでした。私でも小さくても自分にできることに挑戦し続け、ほんの少しずつ少しずつ進んでいっているうちにいつの間にか10センチ進んでいました。きっとあなたががむしゃらに1センチメートル先の目標に挑戦し続ければいつの間にか今できないと感じていることがごく自然にできるようになっています。だから絶対あなたにもできます。イベントのテーマであるチョイス、あなたの人生はあなたの日々の今日の選択で作られています。だからあなたの選択で変えることができます。あなたが遠くに感じている距離はたったの10センチです。あなたが動けばすぐに超えることができるのです。ありがとうございました。